朝鮮戦政策パンフ郵送問題についてお聞きしますが、他陣営から批判が集中していると、情報収集能力、危機管理予測能力に欠けていたというご自覚はないんでしょうか。別に一人だけ郵送したわけではございませんが、統一教会問題で安倍元総理に、身辺に危険が及んでいる、じゃあ皆様は予測できましたか。手が上がっておりましたので、おっしゃってる意味がわからないのですが、それではただいまから高市大臣の記者会見を始めます。本日は大臣からの冒頭の発言はございませんので質疑からとなります。挙手の上ご所属お名前に続いてご質問ください。横田さん。フリーの記者の横田ですけれども、大臣としての資質、情報収集能力、危機管理、予測能力が欠けてるんではないかという観点で、総裁選政策パンフ郵送問題についてお聞きしますが、他陣営から批判が集中していると、で結果的に一人だけ、一候補だけ、郵送したということについて、他陣営からの情報動向の情報調査とかですね、調査とかをするべきだったという、自覚反省はないんでしょうか。情報収集能力、危機管理予測能力に欠けていたというご自覚はないんでしょうか。官庁の建物の中で総裁選挙に関するご質問についてはお答えをしないことといたしております。大臣の資質に関するじゃないですか。だから他陣へも送られたということを早く情報収集していたかどうかというご質問ですか。他の陣営はパンフを送らない判断をしたところもあると、もう選管がお金をかからない選挙にするんだと、で8月20日の段階でそういう情報を示唆されていたのに、大臣だけが一人だけ郵送したと。一人だけ、いやいや、別に一人だけ郵送したわけではございませんが、そういう情報は私は持っておりませんでした。9月4日に通知をいただきましたが、これは党の行事に関わることでございますので、これ以上官庁の中でお答えすることはできません。統一教会問題で安倍元総理に、身辺に危険が及んでいると、韓国教団に高額献金している被害者からに恨まれると、そういう警告助言はなさらなかったんでしょうか。これも大臣としての資質が問われる問題だと思いますので。安倍総理に対して、安倍総理との組織的なズブズブの関係が浅くて、写真が報道されたじゃないですか。でそれを受けて、もう安倍政権、菅政権、岸田政権とそのズブズブの関係が続いてたと、組織的関係が続いてたということを受けて、恨みを買って、最悪の事態を招くというのは十分予測できたんじゃないですか。それも、じゃあ皆様は予測できましたか。こういう、いや大臣としてっていうか、じゃあ政府として予測できていたら、それはもうすべての街頭演説を差し止めるということになっていたんじゃないでしょうか。当時私はそういう立場におりませんでした。すいません、他の方の手が上がっておりましたので、ちょっとおっしゃってる意味がわからないのですが、断絶をもっと早く安倍総理に進言してればこんな事態を招かなかったのかじゃないんですかと聞いて、いや演説中止するんじゃなくて、関係断絶をもっと早く、2013年から去年、2022年の参院選までずっとズブズブの関係が続いて、比例票を割り振りしてたわけじゃないですか、統一教会に。そういう事態を情報キャッチしてれば、高額献金の被害者から恨まれて、こういう事態を招くことは十分予測できたんじゃないですか。それは所管大臣になったことがございませんので、文部科学大臣、もしくは国家公安委員長にお尋ねくださいませ。すいません、他の方も手が上がっておりましたので、ちょっとまた関連ですけれども、はい、以前もちょっと伺ったんですけど、総裁選活動と公務の両立の関係ですけれども、X などの SNS では睡眠があまり取れていないなどと、投稿されておりまして、大変だと思われ
って言いますけれども、まあ、大臣はあの以前もあの公務優先であるとおっしゃっていました。まあ、これ両立されるためにまあ工夫されていることございますでしょうか。よろしくお願いします。そうですね。あの、まあ、岸田総理から閣僚としての職務に支障のない範囲でということを言われておりますので、まあ、毎日深夜あの、まあ、25時台とか26時台にはなっておりますが、役所から来た書類はすべて読み、まあ、あの決裁が必要なものについてはあの対応をしっかりさせていただいております。またあの閣議閣僚公務記者会見、また必要な、まあ、説明ですね、政策に関する説明も受けさせていただいております。他に質問はございますでしょうか。それでは本日はこれで終了いたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。夢は日本を元気に、はい、国民一人一人が希望を持てる国でいてもらいたいですとのことです。はい、いやもうとにかく高市さんにお任せください。まあ、私は今回の総裁選挙はちょっともう経済経済経済、訴えてます。まあ、経済経済経済というよりは成長ですね。とにかくもう今のままほっといたら、あの日本は本当に日本経済はシュリンクすると思っております。まだしばらくこのきっちりとした、まあ、あのこれは戦略的な財政出動というのは必要です。これは赤字を恐れず、まあ、きちっと必要なところにお金をつけていくという戦略的な財政出動というのはこれは絶対に必要。あの私の出馬記者会見をご覧になった方はもうあのお分かりいただいていると思うんですけれども、やっぱり食料自給率、まあ、これも限りなく 100% に上げていかなきゃいけないし、それからエネルギー自給率、これもちょっと 12.6%、 これじゃあ日本やっていけない、あのものづくりももうできなくなりますね。だから 100% に、していきたい。それからやっぱりあのサイバーセキュリティ、これ日本まだまだです。あっちこっちやられちゃいます。だからこれも強くしていきたい。それからあの健康医療安全保障っていうのも訴えてるんですけれどもね、やっぱりあのお薬とかワクチン、これはもう国内で絶対に、原料も含めて生産も含めてやらなきゃいませんよね。だから、まあ、こういう形をちゃんと作っていきたいということで、それからまあしっかりと防災対策、国土の強靭化、もうこれもこんだけ災害起きたらあの命ほど大事なものはありませんから、まあ、こういったところっていうのは全部民間でできるわけじゃないので、国がしっかりお金を入れるべきだと思ってます。で、そうやってやっぱりあの国のお金が動くとですね、これやっぱり相乗効果って出てきます。呼び水になります。で、国がやっぱりこの支出をした分、誰かの所得になります。でまあ、所得が少し増えるとですね、税収はだいたい 2,3 倍になると言われてますから、やっぱり今やっぱり命を守るとか国の安全を守るとか健康を守るとか、まあ、そういうたくさんの方々に安心していただけるようなところ、こういったところに戦力的にお金を入れると、あと金融緩和ももうちょっと続けた方がいいと思います。今政策金利上げてどないすんねんと、もうちょっと我慢せえやと、思っとるんですけれども、やっぱりこれも今ちゃんと、適切に判断をしなければあの日本の経済はダメになる。今もうちょうどそのギリギリのとこだから、まあ、私は出馬してます。でとにかく日本の経済を成長させたらいろんなことできるじゃないですか。例えば子育て支援だってそうです。で私たちだってやっぱり親の介護で苦労しました、看護で苦労しました。人生こう生きていくといろんなことあります。であの障害をお持ちの方だってちゃんと働けるとか、それからそうですね、やっぱりあの家の経済事情で進学を諦めるとか無茶苦しいじゃないですか。それからやっぱり家族の介護とかね、あの看病とかあの育児の負担が非常に大きくなって自分のキャリアを諦めるっていうのも悔しいじゃないですか。だから何かを諦めんでも済むような社会にしたいなと思ったら、やっぱりお金は必要なんです。だから今もとにかくとことん経済を成長させる、どこまでも成長させると私は言い続けてます。まあ、おそらく私の財政政策、金融政策、これは絶対にあの皆様を不幸にはしません。間違っちゃいないと、自負をしておりますんで、ご安心ください。この国民一人一人が希望を持てる国にっていうのは、
やっぱり成長あって初めてできることだと思います。でやっぱり経済成長させるのは一人一人ですからね、私たち一人一人でも、私たち一人一人を動かすのがまさに希望なんですよ。だから日本の将来に、希望を持てる、で次の世紀にも希望を持てる、で日本の未来を信じられる、まあ、そんな、風にしたいなと思って今頑張って、皆様にお伝えを続けております。一緒に夢を追いましょう。で夢を実現させましょう。